はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？水のプロファーストミットでございます。片付け加工のご依頼をいただきました。ありがとうございます。いつも通り基本は揉む叩く取るなんですけど、ちょっとこれ見ていただくと分かるかな、画面上で。この辺ね、ちょっと新品なんですけど、波打っててポケットが綺麗に出てないので、ババーン、今日はワールドペガサスの従順スプレー、こちらを使ってポケットを綺麗に出すところをやっていきたいと思います。それではどうぞ。はい、じゃあスタートしますね。どうですか、ここがちょっとポコッと出てて、こっちもペコペコっとしてるんだな、これな、うん、で、こう叩いて綺麗にするんだけど、今日はこのガツジュン従順オイル使っていきたいと思います。よく振ってください。本当はね、外で使っていただきたいんですけど、これポイントで使っていただければいいと思いますね。シュー、うおー、ちょっとやっぱ部屋の中良くないね。こんな感じでね、グラブを柔らかくして適度な潤いを与えます。お使いになる前に缶をよく振り、グラブミットの汚れを落としてから必ず20センチぐらい離してムラなくスプレーしてください。メンテナンス後自然に乾燥させてからご使用ください、ということでございますね。はい、じゃあこれ一通りやったんで叩いていきたいと思いますね。で、鳴らしの方も進めていくので、もみも入れますね。はい、はい、じゃあそしたらね、同じくワールドペガサスさん西島印のグラブハンマーもマレットもね使っていきたいと思います。ちょっと見えないな、よいしょ。はい、はい、ポケットはねできてきましたんで、あとはこうねパンパンしながら柔らかさの調整をしていくところでございますけど、はい、イミットでございます。ありがとうございます。それでは皆さん、さようなら。